今回この会場はですね、はい、なんと東京 FM ホール、はい、ということでなんかごつ響いてますね、声も。そうですね。ねえ、なんかいい感じの、なんかすごい方がいろいろやらってらっしゃるみたいですよ。なんか、東京 FM ホールというから、はい、うん、何かこう最新ヒットチューンの、はい、騒がしてるような、はいはい、騒がしてるような、谷村なんとかさんとかがなんとかやるようなところかと思いきや、いや違うらしいです、ね、ちょっとクラシック中心というか、でもありがたいですよね。いや本当そうですよ、こうやってね来ていただいて。東京 FM なんていうのは、まあ、こちらで言えば、はい、うん、本当にまあ馴染みのあるすごい有名な FM なんですよ。そうでしょうね。でも僕らやっぱ土佐藩芸人からすると東京の FM って言われたらグッときますよね。グッときますよね。大阪のね FM 大阪とか言うと、うん、まあ、まあ聞こえがすごいね、うん、近いですからあれですけど、昨日 FM 大阪ちょっと出たんですよ、うん、全然ちゃいましたね。もうあの丸ビルってあるんですけど、はいはい、そこのねタワーレコードの、こんなん言うたら怒られるのか知らんけど、中のブースでやったのさ、一生懸命やったんですけど、はいはいはい、お客さんがねもうこういう感じじゃないんですよ、うん、お前仕事せなあかんやろっていうようなおっさんが、うん、もうねその金魚鉢みたいな感じのところでやってますから、はい、顔ベタつけながらずっとやってるんですよ。それに比べて大阪はそんなんですわ。はい、はい、東京はこれですよ。まあその人が悪いわけじゃないですけど、滑るじゃないですよ。この前ね、うん、ちょっとルミネ劇場っていう出番を、はい、いただいてたんですよ。新宿になります、ね、でこの交通費がね、うん、まあ、やらしい話ですけど、うん、会社からもらえるんですよ。で僕の分が出るんで、うん、嫁と子供読んでね、うん、ディズニーランド行こうかと、うん、ディズニーランド行ってきたんですけど、はい、小籔さんもほんでこのその話をね楽屋でしたんです。僕1週間前にディズニーランド行ってたんです。で小籔と全然会ってなかったんですけど、で小籔ってディズニーランド行くのって聞いたんですよ。はい、だから僕昨日行ってきたところなんですよ。好きか、大阪のやつ好きか。恥ずかしい、もう家族持ち立てのやつはねちょっと休みだったらすぐディズニーランド行きます。USJ はもうそばやから、お嫁はんと子供で勝手にバー行っとるんですよね。いや休みあったり、ディズニーランドやっぱ行くんでしょこちらの方も、うん、いやどこ泊まりました。なんかモンスターズインクのがあるとか、はいはい、あとなんか、はい、やっぱでも子供はランドの方がとか言って、うん、ランドにしようみたいなことで、昨日ディズニーランドアンバサダーホテル、いやいいとこじゃないですか。そんなおーってなるの。いや俺知らんねんけど。なりますよ。あそうですか、アンバサダーに泊まったんですよ。泊まろう。僕はディズニーランドホテルに泊まります。あ前のとこ、前のとこ。ね、そっちの方がリアクション高いですね。いやこれでもね同じですよ。あそうですか、小籔ファミリーちょっとなんかバカにされてるような感じ。いや僕もちょっと買ったな思ってすっと言うたんですけども。いやでも本当に、はい、まあまあね、僕らで休みがないから頻繁に行かれへんから、行く時はちょっとがっつりして行こうやないかというの で、ね、ちょっと無理して、うん、もうねホテルね、うん、入ったんですよ。あれ前のとこでしょ。前のとこです。あれそのディズニーランドホテルというのはどういうメリットがあるんですか。いや別にまあ近いっていうだけの話ですよね、うん、まあホテルも部屋もなんかね、アリスの部屋言うてね、不思議の国のアリスの部屋やったんですよ。ね、ちょっと待ってください、アリスの部屋やったんですよ言うてる人の顔見たら笑けてきましたけど、ね、不思議な顔してるおっさんがですよ。アリスの不思議な表情止まったらダメですよ。そんな、はい、これでね、むっちゃむちゃもうなんかね、初めはディズニーランドってね小籔さんもそんなにテンション上がらへんでしょ、まあ、ぶっちゃけ男の子ですから、うん、男の子ですから、ただ、うん、行ってしまうとやっぱり魔法の世界ですね。もうだってエレベーターねチンって開いて、はい、まあ、9階押すんですよ、はい、でじゃあ9階に行くよってもうねミッキーが言うてくれるんですよ。ほんでねウィーンって言うてね最上階なんです、9階は一応ね、はいはい、でキンってついてでミッキーがね9階最上階だよって言うんですよ。じゃあミニーの声でねまあ素敵って言うんですよ。もうテンション上がってくることないですか。あそうですか、めっちゃテンション上がるじゃないですか。でね入っていって、まあ、僕も一緒ですよ、ルミネのねあの芝居 の出番をいただいてたので、はいはい、さっきも嫁と子供が入ってるんですよ、アリスの部屋にね。で僕がバーッと行くんですよ、うん、ほんなんねもういらんこと言わんでええのに嫁がね入った瞬間ですよ、うん、この部屋にねミッキーが6人隠れてるってわけのわからんこと言うんですよ、うん、あれ隠れてんねんね、どっかにおんねんねミッキーが、うんうんうんね、もうそんないらんこと言わんといてと、今から3泊すんのに俺それしか考えられへんやんもうねもうどんだけ探しても5人しかおれへんかったら嫌ですもん。せやで4、5人見つけてんで、はい、必死で、はい、なあまあ、そんなもうアホかと、はい、そんなもん見つけたってこの簡単なとこあれへんかな。1個目めっちゃ簡単なのあるんですよ、はい、カーペットにもうミッキーの絵描いてて、はい、これがヒントらしいよと、うん、アホかお前そんなもん探してどないすんねんな言って、うん、あーって言ってもう嫁が、あ帰ってきたし子供寝てるからコンビニ行ってくるわ、うん、行ってこいや、バーン閉まった瞬間どこにおんねんお前
どこやみたいな。もうさっき6個調べたいのよ。ほんで嫁に俺もう6個見つけたでって言いたいけど、いや、いや嫁は最後6個見つけてたらしいですけどね。へー、あ、で兵藤さんは、いや僕はもう2、3個ですわ。へえ。これもミッキーっぽいに違うかというのも入れてですけどね。あ、ほんで行ったんですよ。 C に行きまして、ね、おー、そうですか。いやー、すごかったですね、 C。 その C は何がすごいんですか。え、おる人形は一緒なんでしょ。おる人形だからな。小山さん、僕もまだ1週間しか経ってへんからミッキーの悪口言ったらどつきますよ。悪口じゃないです。もう何話のおっさんの続きです、ええ、じゃあ本当におるキャラクターは一緒じゃないですか。いや一緒なんですけど、うんうん、まあね、もう子供なんか連れて行ったら全然進まないんですよ、うん、もう入った瞬間に長蛇の列があって、うん、その、ま、前行ったらもうミッキーがこうやってやってはるんですよ、うん、でも子供そっから動かないじゃないですか、うん、で行くで言うてば連れて行くんですけど、うん、その時今小山さんが言うたね、大阪のおっさんって、うん、なんでこんなこと言うかっていう人がおってね、はい、アリエル、はい、人魚のショーがありますね、うん、でね、バカにして行ったんですよ、うん、ほんでアリエルどこですかって、あそこですと。ほんでわーっと入って行ったら、そうですね、ちっちゃい、もうなんかもうほんまに遊園地、ちっちゃい遊園地のなんかテーマパークにもならないような、もうあの室内型遊園地みたいなところがあるんですね、子供が乗れそうな、全然しょぼい、まあ乗り物で言うたらね、大人で言うたらしょぼいなと、うん、怖くない。でここにショー、このここ入っていたショーがありますと、もう全然思んないんやろなと、うん、こんなところのショー、うん、思ってた。入っていったらもうなんかこんな水槽みたいな周りにみんなこうやって座るんですよね、うん、こうやって、うんうんうん、ほんならね、なんか、わーわーれーって聞こえたら、なんか、ふわーってこうね、こう、あの、アリエルが上がってきよるんですよ、こうやって。もう、外国のお姉さんですよね。わ、上がってきて、宙吊りにされて、もうほんまこの上の、この辺まで宙吊りにされてね、プリンプリンこう回るわけですよ。もう、ショーしまくって。こっちからなんかね、なんか足みたいな、タコの足みたいなのが出てくんねんけど、全部人間が上でこうやってガーってこいで、素晴らしいショーなんですよ。それで最後、悪者が出てくるんですよ。ほんまにね、このこれの5倍ぐらいの顔が出てくるんですよ、壁から、うわー言うて。怖い、めっちゃ怖い、めちゃめちゃ怖いんですよ。どこに隠れてたん、この壁の中に。お前はみたいなんで、で子供うわーってなってて、でも楽しんでて、もう僕も感動してね、はい、でもう楽しんで終わって、あー、いいですね、で僕座ってね、素晴らしい人やなー思って、うん、ほんでもう気持ちはそうなってんのにね、うん、もう横のおっさんや、絶対関西のおっさんやわ、うん、人がこうやってわーってなってんのに言わんでええのにね、それ見てすごいの、そらならドリームランド潰れるわ言ってそんなん言わんでええやん思いながらね。いやでもこれのせいで潰れたわけじゃないですよ。まあこれが全滅させたわけじゃないですけど、奈良まで行って。そうですよ、そうですけどもね、でも楽しかったですよ、ディズニーシー。まあそのアリエル、はい、こっから下が緑のやつちゃいます。そうそうそう、人形ね、はい、あのうちの子もなんか、ディズニープリンセス、はいはいはい、ね、好きで、うん、なんかこんなん持っとるんですよ、うん、で私は1番はアリエルが好きやみたいな、2番はなんとかやみたいなことよう僕からしたらもうよう似た色違いの女の人ですよ。ね、で言うたらね、人魚姫以外はもうどれがどれか分かれへんみたいな感じの、うん、やっぱ言うとってよ、ね、はい、アリエルが好き言ったら、まあディズニーシーに行こうかなみたいなこと言ったら、まあ嫁はんが、いやもうランドの方がみたいな言うから、もう別にもう嫁はん高校と、まあ、娘高校やな思って行ったんですけど、その、はい、まあいろいろね、ディズニーランド詳しい人とかっておるじゃないですか、うん、でまあ今度ディズニーランドとかね、また行かなねとか言ってたら、あのアンバサダーホテルっていうのがいいよみたいなことを聞いたんですよ。あ、めちゃめちゃいい。それ何がいいのかどうか分からへんかったんですけど、うん、なんせ飯食うてたらミッキー来よるっていう、そうそうそう、ね、ほんで、はい、ってマジっすかって、はい、安やでっつって、ほんでアンバサダーホテルに泊まったらミッキーが飯食うてる時に来てくれるだけを頼りに、嫁はにアンバサダーっていうところ、はいはいはい、らしいで、はい、あ、なんか聞いたことあるっつって、それ行こうかって行ったんですよ、うん、まあ、ちょっと遠いんですよね、ディズニーホテルは降りたらピョッてやるけど、うん、僕ら知らんと、もういざ大阪で仕事やって夕方の番組やって、だって引っ越そか言うてる一軒物件見て、うん、なかなかスケジュールちょっと家族と合わないですから、うん、ほんで新大阪行って新幹線乗って、うん、もう夜12時ぐらいですよ、うん、舞浜駅、うん、着いてアンバサダーホテルってそばにある思ってるから、うん、人も全然分かれへんかってほんでもう気候にも人おらへんし、おらへんおらへん、ほんでまあなんとか見つけて入って、うん、でまあ泊まって、まあいろいろランドも行ったりしたんですけど、やっぱりその晩の日です、ね、昨日の晩、うん、なんかシェフミッキーですか、うん、いう店があると、はいはい、ミッキーマウスが
勤めてるというかやってるレストラン勤めてる、まあ、オーナーですからね。ミッキーが作った料理が出てきてるという設定ですね。ミッキーマウスがねこの人で作っとんすよ、うん、でそこのところ行ったら言うて、うん、言ってたんですけど、僕まあぶっちゃけその日一日中歩きましたですよ、ほんま足棒です、うん、もうわからんと思いますけど、難波からツルトンタンまで僕タクシー乗るぐらいの男ですからこれ言うときますよ、めちゃめちゃ近いですよ1メーターですよ、はっきり言うて。いやのにもう一日朝から嫁はんとかファー行きよんですよ。で僕はもう寝とくと、途中で合流するみたいな言ってたんですけど、ファーって出て行った後なんかちょっと申し訳ない気して、僕もバーッと起きて追いかけたんですけど、で行ったらもうあっちへ右へこっちへファーッと行くわけですよ。ほんでもう抱っこもね途中ですると、ビッグサンダーマウンテン乗ったら子供を泣きよると、うんうん、ビッグサンダーマウンテンって怖いんちゃうんか、うん、言うたらその娘に怖いって言ったら嫁はん乗られへんから、うん、いや大丈夫やでみたいなめちゃめちゃ怖いねあれ、はっきり言うて。前 USJ のなんかほんまに優しいジェットコースター子供が乗ってるん、僕下から見たらこんな顔したままバーッと降りてたもう固まったまま、それであ怖いのにあかんのにな、まあでも行けるんかなと、嫁はんの方がそばおるしと思って乗って、僕横に乗ったんですね子供を追って、うん、でガッタンガッタンみたいな、うん何やろこれみたいな、うん、ちょっと暗いし怖いなみたいな感じだったんですけど、カン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 上がってくる、バー降りていく時ほんま5歳の娘、あーもう、ね、胸痛なって、嫁はん喜んで、あー怖い怖いでカン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 って言うんで、それまだ忘れとるから、うんみたいな、なんか何やろみたいな、コン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 、あーって5歳の娘があー言うてんの3回ぐらい来たら胸痛いですよね、やっぱり。あれ絶対嫁が行きたいだけやで、はい、ほんで降りたらもう怖かったんでしょうね、ついて怖かった怖かったー言うて、怖かったって泣くから、ほんでもう抱っこすんの僕ですやん、あーってなって、もう足パンパンのに来ないして、ほんで行って、もう何やと、みんなは喜んでるけど僕結局楽しかったんで喫煙所ぐらいやったんですよ。あ、一緒や、一緒やわ、一緒やわ、僕の最高のアトラクション喫煙所です。いや、ほんま一緒、ね、そこで一人でタバコ吸って、嫁はんとかなんかこう暖房みたいな並んでる間にもうほんでお前乗っとけっつってタバコバー吸って、ほんでまあシェフミッキー行くと、ほんならまあ子供と嫁はんのためやなと思ったんですけど、僕趣味カメラなんです。ほうほうほう、今言ったら D700 っていうね、もうプロが使ってるような持ってるわけですよ。それも途中でもう下げてるや、首重たなってきてやったのか思ったら一番大事なもんですけど、一番意味大事やで、熱いしね、このストラップが長いから、でこうやってたんですけど、もう折ったらですね、向こうの方にもう入ったらミニーがおるんですよ、うん、娘一番ミニー好きなんですよ。あ、ミニーバーで来てこう写真撮るでみたいな、うん、あ、すいませんお願いしますって言って、うん、ほんだらこう娘そんなん見たことないのによその人にファーってこうギューってするんですよ。あ、こんな一面もあるんかと思って、でも千載一遇のチャンスじゃないですか、もう今まで僕カメラ男でしたから、いろいろ呼んだ、朝日カメラ、日本カメラ、月刊カメラマン、キャパ、フォトテクニック、いろいろ呼んだテクニックをもう駆使して、駆使してバサ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 、もう一気に12枚ぐらいバラ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 撮って、どうやこれで最高の色温度ですよ、ね、細かいこと言いますと、ホワイトバランスで、ね、ちょっと黄色みが強かったんですよ。 あかん、ここはちょっとケルビンを下げよう思って2500にして、パチ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 、どうやこの色味みたいな、まるでこのね伝統の下では撮れてないような、いや、やっぱ来たら嬉しいですね、やっぱ子供が喜んでる瞬間を俺がずっと趣味やったもので綺麗に残せてるということで、ま、もう全然ずっとバイキングスタイルなんですけども、全然僕ももう一回来いみたいな。僕もでも一回来ましたよそこ。あれ行けるんですかそんな。いや一応その共通のホテルですから、あの予約ができるんですよ。アンバサダーに来たんです。誰でも一般の人でも行けるんですけど、ねえ、それ聞いてげんなりしましたよほんまにそこ泊まらなあかんの思ってたら、いやでもね子供が好きすぎて、いやし、うん、そんな顔にはっていう見せたことない顔するし、僕も一応子供と一緒に見てる人やから、うん、めちゃめちゃ緊張してもってミキさんですかサインいただけますかって、あ、サインもらったサインもらって、へえ。で今モンスターズインクっていうのができたんですよ、ね、ありました、ね、ほんで子供が見たいはずや言うてね、それ一緒ですよ、嘘つきお前やるとね、最後にもう行こう言うて、うん、ほんで8時から行けるからって行ったんですよ、8時から、うん、平日ですよ、うん、ね、月曜日でしたわ、行ったらもうむっちゃ並んでるんですよ、もう開門待ちで、
でこっちもものすごい並んでる言うたら、それはこの人らが入ってから入る人たちも並んでるんですよ。あほんでまあとりあえずバーン開いて、ほんでファストパス言うて、うん、それ取ってたらその時間がねバーって、うん、まあ、あの書いててその時間帯に行けばすぐ乗れますよというのを取りに行かなあかんと、はい、でもうこの人たちはもう僕らが取った後やからもうないこともあるというね、うん、ところでわーってベビーカー押しながらね、で嫁がファストパスやファストパスやとマンサーズインクのファストパスやってもうわけずっとそれを言うてるんですよ。でなお前無理やと、俺走られへんし、うん、こ子供のここで待ってるからね、お前ちょっと行ってきてってパッと走って言うたら、うん、分かった行ってくるわって言うて、でこうやって走って行きよったんですよ、うん、こうやってね、でねあれね旦那の前やからっていうのは一応あるんでしょうね、必死さを隠してんの、うん、ほんで方向を間違えたんでしょうね、うん、チラッとね嫁がねこっちから向こうに行く瞬間の走ったのが見えたんですよ、うん、その瞬間見てへんと思った嫁の走り方もうこうからもうこうからこれもへびっくりしましたね。あそれちょっと幻滅しますね、言うたら人の嫁はん腐して悪いですけどね、幻滅しますよね。ほんでパレード始まってもねビデオ撮ってたんですよ僕、うん、ほんでこう僕すぐ切れるタイプですか小籔さんは。いや全然僕は僕あの割とギャー言う方と思いがちですけど、ギャー言うた時怒ってないですよ僕、ほんまに怒ったらでこう黙るだけです割と根っこしまうまですから、うん、あんまりこう僕もねあんまりでビデオ撮ってたんですよパレード始まって、うん、昼のパレードでこうやってこうカメラでこう撮ってたんですよね。ほんで子供がこうやってね、まあ下でこうやって見てるんですよ、もう撮ってから肩車したろう思ってやっとったら、取ったらあからさまにおっさんのケツがね子供の顔面にねプンって当たって息をったんですよ。こうしかと取ったんですよ。へえ、ね、ほんでね、わ俺の子供おっさんのケツプリンってされたって思ってる段階でもういないんですよ人混みに。でも腹立つから僕ビデオを巻き戻してそのケツ一時停止してずっとそのケツを探してたんですよ。なんかねなんかね、薄いこんな色のメンバーね、ここにイチョウのマークが入ってたんですけどねイチョウをずっと探したところで、嫌ですね。嫌でしたね、あれは。ほんまやったら親父やったらパンって瞬間にお前らそんなやんと、うん、謝って言ってくれたらいいですよ、あの人混みの中やから当たることもあるやろうし、うんうん、それ嫌やったら大時やっての話ですけど、うん、謝りもせんと生きよったんでね、あれは腹立ちましたね。いやまあディズニーランドみたいなところではやっぱりこうね、みんなこうお互いええやつにならんとダメですよね、ほんまに。もうあそこで働いてる人全員ええ人やんか、うん、そうですね。道聞いたってなんとかで、なんとかです、行ってらっしゃいって言われて朝の番組以来ですよ、あんな行ってらっしゃい連発されるのに。そうですね。いやでもあのほんまにイラッと、まあ、することもあるじゃないですか。まあちょっとね、僕家族でおったりとかしたら、うん、シェフミッキーでおってずっとおっても隣大阪から来た人やったんでしょうね、うん、ちょっと小籔さん、あのちょっとプライベートのとこすいません、写真撮ってもらっていいですかみたいな、うんうん、もうドナルド・ダックがうん、こっち来そうやから、うんうん、ちょっと今嫌やねんけどみたいなもうこっち撮ってる間にドナルド来たら僕のその写真撮られへんやんけ思って、いやでもまあええか思ってじゃあはいとやったらもう子供ね、もうあちらもお子さん連れで、うん、2歳ぐらいですかね、こう抱っこしてお母さんが写真撮るおっちゃんと抱っこしたされた子供僕見たらもう子供がいやいやミニーの方がいいって言ったら俺のキャラクターじゃないです。俺はそうですよね。俺はキャラクターじゃないですよ。ミニーと小籔さんを一緒にしたから。ないですよ。っていう写真撮ってくれますかって言うていただくのはありがたいですけど、うん、タイミングありますもんね。そうですね。僕もシェフミッキーで言うたらこっちのテーブルの人がドナルドが来ててこっち来たんですよ。うちのテーブル。あれはもうテーブルに来たとこの人としか写真撮れないですから。うん、でだった時にこっちの人は急に暇になって。うんね、もうその時一緒ですよ小籔さんと、すいませんヒョウトさん写真撮っていただけますか、うん、でドナルド来てんのにね、うん、でもまあええわ思って写真撮ったらドナルドがえってなって、うん、怒れちゃうのみたいな、うん、ってなってってなってで娘にチュッてしてそのままどうか行けやった娘にチュッて娘にチュッてどうせえのこれみたいな、はい、いやでも気遣わしますのやっぱり ね僕も楽しんでるんですよ一応は、うんうん、娘と嫁が楽しんでるのを見ているという楽しみ方、うん、もう仕方がないですよね。娘とミニーを撮れたという喜びなんですけど、やっぱり僕ほんまに普段歩けへんから朝8時9時からもう7時ぐらいまでずっと歩いたわけじゃないですか、うん、広いとこ、いや分かる、もう足棒マジになってきてほんまにあのホノルルマラソンの途中で歩いてる人ぐらいの
あ、こんな感じやろうなっていうぐらいもう足棒やったんですよ。ほんでもう晩もそんなに食べたないんですよね、しんどいし。ほんでなんかビールも頼んだけど、なんかあんなメルヘンなとこで僕ビール煽るも嫌やな思って。もういっぱい飲んだ、満腹だもんな、あそこでな。でもビールとちょっとポテトちょろちょろぐらいやったんですよ。もうほんまに疲労困憊やったから。ほんでもうキャラクターが来てない時は僕もう電源オフやったんです。ほんでもう娘と嫁はんはわー言ってなんかケーキやなんやって取りに行ってるんですよ。でボー取ったりとかしたら、プルーというあのグーフィーじゃない方の犬ね、バーって来たら僕こうやってちびちび飲んでたんでしょうね。ほんだらお前大丈夫かみたいな。あいつのやつだな。ほんでお前全然食うてへんちゃうんだみたいな。お前もっと食えみたいな、あっち行って取ってこいお前みたいな。いやええいや楽しいですわ。もう気ぃ使いでしたね、プルートは。気ぃ使いですねみんな。ただあんなね真っ黄色の犬に気ぃ使われたの初めてでしたね。エーストです。だからまあディズニーランドは本当にいいなとは思うんですけどもね。大阪は言うてもあれですか、USJ ですか。はい、そうか。まあね、いろんなことがありまして、エキスポランドもなくなりましたし、まあポートピアとかはまだあるんですかね。そうですね。とかでしょうか。ちょうど豚インフルエンザが流行って、マスク売り切れへん時は僕行ったんですよ、嫁に買うてこいって言われて、で売り切れてるって思わないじゃないですか、でドラッグストアに行ったんですけど、ドラッグストア僕大好きなんですよ、もう街のテーマパークやめてるからまさにテンション上がるやん、うわ食パンめっちゃ安いとか、ね、ドラッグストアで食パン、ね、もうとりあえずまあ行ったんですよ、でパッて並んだらもう一人しか並んでないんですよ、でマスクそんな売り切れるという前やったから、その売り切れてるっていうことも知らないわけですよ。なるほど。それで前に立ったんがね、まあ、どっかのスナックのママなんでしょうね。もう真っ赤っかの毛なんですよ。ほんでブーン寝癖ついてね、でものすごい綺麗な青のカーディガン着てね、後ろから見たらウッドベッカーや思って間違いなくウッドベッカーやなこれなんかああいうとこ行ったら日頃いらんのになんか花パックとかこうでみたいな。わかります、わかります。でなんかテーマは今日からちゃんとしようっていうテーマでなんかいろいろ買うやないですか今日からちゃんとサプリメント買ってみたり、サプリメント買ってみたりとか結構から出費するじゃないですか。ありますで、でわーって言ったら、あ、で、あのむっちゃ酒あげしたね、そのおばちゃんです、ウッドペッカーがね、兄ちゃんマスクないのっていう話をしたんです、ね、で、あ、せや俺マスク買いに来たんやと、なんでこんなわけのわからんものすごいでかいガム工程にやろ思いながらね、で行こう思ったら、あ、すいません売り切れですと、で、え？って言って、あ、そうなんと、え、なんで、あんなもええわって、まあ、出て行きよったんです、で売り切れって、え、売り切れですか言ったら、いやもう全部マスク売り切れですと、ね、で、あ、そうですか、とりあえず今買うたもん買わなあかんから、ほんでそれこうあとこうって、ほんでバーってまたチャリンコ乗ってね、ちょっと離れたそこのまあまあ大きめのそこドラッグストア行ったんですよ、ほんでバーってチャリンコ止めてたら、もう中からウッドベッカーがもうこう出てきとるんですよね、ほんでウッドベッカーチャリンコ乗ってピャーってどっか行ったんですよ、ほんで僕わーって行って、すいませんマスクありますって言ったら、いや売り切れですとね、ほんでもう一個また違うとこ行かな思って、マスクを買いに来たから嫁に怒られるわ思って、でわーって最後のね、またその近くドラッグストア行ったらね、ワルテメモータンがチャリンコ止めてたんですよ、ほんでね、またね中からウッドベッカー出てきたんですよほんでね、僕と目を打った瞬間ねもうその段階で、あ、ここもないねやみたいな、もう僕がついていくからバスクマスクでついていくから、もう俺の顔見て俺も止めながら何の話や、もうこれついていたら最後二ケツで回ってたからほんまそうです、手分けしたりとか、ね、ここで落ち合おうぜ、いいよ言うてあっち行けよみたいな言われたもんですけどね、すごいですね。あ、でも僕まあ絶叫マシン大好きで、僕、後楽園遊園地、東京ドームの横にタワーハッカーいうやつあったんです、前 80m から垂直落下、それ情報見てから嫁はんと、それ乗るためだけの東京来たことありますもんね。へえ、タワーハッカーを目指して行って、言うても僕怖ないから、全然怖ないんかな思って、カン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 で乗ったんですよ、平日もうめっちゃ偏僻な6月初旬の平日ぐらい、もうガラッガラなんですけど、パッて行ったらカン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 上がっていくんですよ。うわ 80m か、高いなと思って、高っと思ったら、東京ドームこの辺あるんですよ。だからあのカブレラが屋根に当たったっていうガイアフライより高いところにあるから自分の基準があるからね、怖さの基準がうーわ、タッカー思った瞬間、きっかけ向こうですからガー行くんですよ。で、ふーふーってなっていくんですよね。でもふーって今まで経験したことあるふーってふーじゃないですか、
ふーなんですよ。めっちゃ長いやん、ふー。それ初体験の時ビビりましたけど、だこの辺で終わるな、ふーはと思ってんのにまだ来たから、うわーどこまでふーって、うわー嫁は横ったけども関係なしに超えてましたね。ほんで、うわ、まあフリーパスじゃないですか。おわー思ってまた並んだんですよ。うん、なんだろ、後半終えながらまた並んだ。もそれしか乗りたいもんがないから、まあ、それ目がけて行ったから、はい、5回連続になりましたけど5回もよ、もうね、3回目が全然怖いです。5回目なんで、もうへっちゃらです。すごいな、俺それ乗ってると平日やからやっぱりね、初老のご夫婦も来られるんですよね、後、うん、楽園に3回目か4回目か5回目の時にちょっと混んで1回待たなくなったんですよ、うん、ほんで僕らこう、あ、次やな思って乗ってたら大丈夫かっていうぐらいもう70手前ちゃうかっていうご夫婦が訳も分からずタワーカー乗ってるんですよ。嫁はんがあれ見てって言うからパッて見たらほんまになんか大学教授とその奥様みたいな、うわー品のある上品な感じのほんまになんていうんですかね、おっちゃんの方はこんな感じですけども、うん、奥様の方は何だったらちょっとこんな感じで若い上品にこうね、昔の明治時代の写真みたいなの座り方でカン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 上がっていくんですよ、うん、上がっていって降りてきた時の顔もほんま笑けましたね。恐怖におののいた後の年寄りの顔めっちゃおろかったですね。綺麗もちょっとサササで上品やったんですけどやっぱり髪の毛ザンバルになってうわいやそりゃそうなるわそりゃそうなるわ、もう奥様の方もこうしてました。危ないでな、年いってから乗ったらあれふーがずっと続いて最後ふわふーって上に上がってる恐れもあるわけですから、こうで ね危ないですから、いや気をつけていただきたいです。僕一回あのね、クリフハンガーの乗り物ってなかったか、神戸クリフハンガーも僕が今まで乗った中の絶叫マシンベースト3入ります。めちゃめちゃ怖いわあれは。もうね、ほんでね、あ、知ってます、なんかすまきみたいにされますね、はい、こうなんか意味分かれない、2人でね、こう、うん、2人で巻かれるんですよ。でこうここで巻いてウィーンって言ったらなんかね、ここに紐が巻かれて、もうなんかほんまこうなるんですよね、はい、両足が。ほんでそれがなんかクククククククってものすごい、うわおいふくさうわーってなってこの辺まで上がるんですよね、はい、上がもう上がされたここやったら紐こうあってね。ほんでそこであのスタートなったらビューンってもうスーパーマン的な感じで行くんですけど、はい、振り子、むき身の振り子みたいな感じ、もうえげつないんですよ、その、はい、その高さが。ほんで一回乗った時にバーがあるんですよね、バーにこうなってるところ足のここをしっかりつけないとダメやって言われてて、うんうん、で僕バババって上がった時にどんくさいからプリプリってなってつま先になってもうたんですよ、うん、ほんなら怖いもんやからもう分かるかな、こうなってる状態で、はい、もうこのようになってきたんです、だんだん、はいはいはい、でね、はい、こうなっててで下からね声聞こえるんですよ、ちゃんと足やってって言われて、うん、ちゃんと足やって言われたら余計こないなってきて焦ってきて、ほんであれねスタート自分でしなダメでしょ、はあはあ、横の人がここにスイッチがあって、そうです、自分でパサッてやったらピョーン行くのに、はい、きっかけ自分の乗り物ってあれだけですよね多分きっかけね、はい、ほんで俺ずっとこないなってるから、ほんで俺スイッチ俺やったんですよ、はい、僕側やったんですよ、早くしてって言われてんだけど早くしてもどうも足がちゃんとなってないのにいけないわけですよ、ほんで早くって言って、でまたブルーってなって足を戻ったとしても戻らないんですよ、この状態は、はい、ほんでもう早くしろって言ってたろって言われて下で、はい、いっぱい並んでるから、まあ、店の人にね、ほんでもう下の人もザザザザってなってるんですよ、うん、あの人なんで引けへんのみたいな、はい、足がブルーってなってるしね、なんかマグロ的な感じでなって、ね、新鮮やなとなんか、ね、それも早行け早行けやバレはずやんけみたいなこと言われながらほんでもうしゃあないからパーン引いたらめちゃめちゃ怖いですね、あれピューンって行くんですけど、はい、こう上がるこの辺に柵があって人がこうやって見てるんですね、はい、普通にそうですね、ほんでブワーッとビビりながらあーってなってんけど、その辺で最初顔さしたんですよね、あの、あ、豊田さんって言われたから多分そのチームちゃうかなと思って、うん、ここまではあーってなってたんですけどちょうどこの辺ぐらいの時はあーんってなってまた上であーってなって戻る時はふんってなってあれはめちゃめちゃ怖かったですねバレてますよ、でもそれバレてるよな向こうの方も見えてますもん、なんであの人引けへんやろみたいな、僕でもそのクリフハンガーも怖かったしタワーハカも怖かったんですよ、で大阪っていうか滋賀県の方にあるバンジージャンプもまあまあ怖かったんですけど、
僕大阪のテレビで134メートルからのバンジージャンプですか、あれが一番怖かった。 134? だからその時世界1位やったんですよ。今なんかマカオかなんか200何本あるんですよね。でそれ行くとなって、まあ、全然いいですよ、僕高いとこ怖いことはあんまないですし、そんな一緒に一回できることかも分からへんから、まあ、全然行きます言うて、まあ、いろんなニュージーランドで中川さんとかとなんかこうグルメを楽しんだりとかなんかいろいろこうしてる中で、じゃあ今日はバンジージャンプですってなって、うん、行くってなってパッて見たら山と山の間にロープあるんですよ、うん、でここにゴンドラみたいな部屋あるんですよ、うん、こっちの山からパーって行くんですゴンドラ、うん、で人降りてこれ行くんですよこっち、うん、でここにおる外人さんに紐つけてもらってボーン行くんですよ、上がってまたこれが来たらこっちこうみたいなぐらい、もう谷、完全谷、谷底に落ちていくみたいな感じ、完全谷です。でパッて見た時にあかん、これは、まあ、みんなねバンジー怖いって言うじゃないですか、それはなんでか、死ぬかもしれんからって思うでしょ、うんうん、紐ちぎれるとか、うんうんうん、でも今までそのバンジージャンプに1万人ぐらいやってて、僕が死ぬそんな、まあ運が悪かったらこんな世界で生きていけないですよ、はっきり言って、うんうん、だからここで死ぬような運やったらこの先、まあ家族とおってもろくでもないことあるからもうそうやったら死んだ方がええ、今死んだねぐらいの、はい、だからもう運はある方やとね、うん、普通の人よりちょっとある方やと思って行ったら全然何も変わらないです、さっきの人飛べてんから俺飛ばれへんわけないやんけみたいな、ほうほうとことで行くんですけど、ただだから紐ちぎれるとかそんなんじゃなく俺の心臓耐えれるかなっていう恐れになったんです。それはでもあるでしょ、そのなんかやる外人の運気がなさすぎたとかそんなのありますからねでも俺心臓いけるかな思って初めて嫁はんと子供に遺書書きましたですね。へえ、なんか分かんないですけど、こうもし俺が死んでもママと仲良く楽しく暮らしてくれと、そう書いてる時泣きそうになってけえへん。いやでもこれ死ぬかも分からんと思ったから、うん、でまあとねえねえママを楽させるようにお前はいっぱい勉強してあのいっぱい稼げるように頑張ってくれみたいな書いて、で嫁はんには、まあ、ありがとうみたいな、まあ、好きでしたみたいなことをちゃんとね書いて書いてあげてみたいな、でまあすごい、ね、子供のことは頼みますみたいな、うん、ここで死んだと言っても別に悲しいことじゃないみたいな、うん、ここで死んだのは、まあ、ラッキーや思ってなんかあの奥様同士お昼喋ってる時に、うんまあ、滑らない話の一つにでもしてくれるなんかこう笑われへんよみたいなまあまあこう書いて、うん、よしと思ってそれをでもカバンの中に入れて、うん、もしこのカバンは僕の嫁はんとこ行くやろうかって書いて、うん、ほんでもうちょっと怖なってくるじゃないですか、うん、死をちょっと覚悟してるわけですよ。そうっすよな。でバーって行ったらほんまにこうまあこことしたらねこんだけ出てるんですよ板が。はい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 。ほんまに足がチョンってしたらもう両サイドこうこう下下下うわ怖っ棒持つとこもないみたいな。だからこうくぐられるんですよ、うん、ちょ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 このままいったらもうここ下下下うわこの辺に棒みたいな。ほんでテレビですから、うん、僕パーンって行きたいんですよ、はあ、怖っ怖っあーあーって行きたいじゃないですか、うんうん、そうやけどなんかコメントとかやっぱいるじゃないですか飛ぶ前に、うんうんうん、ほんでそのこのフラフラの状態で5分ぐらい降ろされるんですよ。うわ、ま、だいやいやもういたらねロシアンルーレットここで5分粘られるみたいなもんですよ。もう常に早打ってえなと思うけどあかんみたいな、うんうん、怖さもだんだんグー上がってくるんですよ、うん、上がってマックスの時に小籔さん行ってくださいっていや無理やん自分の加減に行かれんかったほんで行こう思ってでも行く時になんかはぁってこんな下手れの飛び方は男としてあかんと、まあ、芸人としてええかも分からないですけどもうその辺になってきたらもう芸人関係ないです、うん、男としてここはもう根性試すとだからめっちゃ綺麗に飛ぶ、うん、かつ俺はもう絶対目開けとこう思って、うん、この映像なんてもう一生見られへんかも分からない134メートルから落ちていく映像なんてもう二度と見られへんもんだからもうこう開けて行ったれ思ってはぁ、あ、って言ったらもう今でも思い出しますね。こっからニュージーランドの景色グーなっていってブーってこう砂利下砂利なんですよ川じゃなくて砂利砂利なんです川この辺なんですよなんでそこやったん川出るやなちょっとだけずらして惜しかったですけど、ね、そらそらやろでも134から落ちたらもう川も石ガーンなりますまあ、さか関係ないけど砂利ですけどこっからこう行って、うん、うーわ砂利来て開けててのを未だに覚えてますね。ほんで
バウンってなるじゃないですか、うん、バウンであってなりましたけどあってなってこうビヨンビヨンビヨンみたいな。怖いわ。ほんでそれが普通やったらねバンジーでこう降りていくじゃないですか、ちょろちょろちょろで下にポフポフのとこにポロンじゃないですか、うん、でもポフポフのとこ行ったら下が行ったらこっから上がるのまだ時間かかるからこうするんですよ。上で上げられるんですか。ビヨンビヨンビヨンで止まったらグー上がってくるんですよ、うん、でもうその時に足上向いてるじゃないですか。ほんだら足のままグー行ったらあかんから、うん、足をこうパーンって切ってこっからこう行くみたいな。だから最初僕 AD の人ですかね、ディレクターの人と僕で2人でその中入ってるんですけど、ニュージーランドの人に「オッケー」みたいな「オッケーオッケー」みたいな、まあ適当なそぞろな英語じゃないですか。ほんなら「お前スタバ行った時に」みたいな、ブランブラン止まったら「ここのやつこの紐あるやろ、これパン引け、ほんならここパン外れるから。ここがパン外れるからここだけになる、うん、ほんならその時にグーグー上がれる、うん、お前ここひっついたままやったら足から来るからこう上げる時上げにくい、だからここから行きたいからここお前ビヨンで止まったここ引けよみたいな感じのこと言うてたんですよ、うん、なるほどなるほど。でまあ飛んでビヨンビヨンビヨン止まったこうなってる時に「あーなんたらかんたら」言ってるんですよ。上から英語や何人か分からへんし、うんうん、そのディレクターの人も大して英語できへんかったから通訳もしてくれないわけですよ、うん、なんたらかんたらみたいな言うてるんですよあそうや引け言うてた思ったけどめっちゃ空中なんですよ僕、うんうんうん、めっちゃ空中でなんかわけわからない紐をね引っ張る、めっちゃ怖ないですかそうや、ね、これ引っ張った瞬間全部外れてダッていやほんまにそれはあるな何だよ誰引いたんやってなったらだからお前下行った時これ引いたらここ外れるからなっていう風に僕は聞こえたけど、お前ここだけは絶対引っ張ったらあかんぞみたいなやったっていうな。お前この紐だけは一応あるけどこの紐引っ張ったらお前ここも外れてここも外れてだってなるでって言うてたかも分からん思ったらもうめっちゃ怖なってきて、怖いな、うわどうしよう思ってでも全然なんたらかんたらしか言わへんから、うわこれか、でも他の紐、いやでも他の紐のこと言ってへんし引っ張ったらあかんし思って、うん、その方が怖かったですね。なるほど。ふっってなってはっってなった時にわーってなったんですよ、ブランってよかった思って出たんや俺の語学力を持って。いやそれで死んだら死にきれんな。だからほんまになんかね高校の時とか中学の時とか、何先生俺ら日本人やのに英語勉強せなあかんねんとか言うやつおったんですけどいやもうこういう時のために英語勉強しとこうかなと思いましたですね。でも勉強大事ですよ。いや大事です ね、 ですごいですね。やっぱりあの怖い体験とか、うん、何なんですかね。でも根性ありそうですけどね。いや根性は子供にね、なんか、うん、家族になんかあった時に、うん、いや僕ほんまにあの一回そういうのものすごく気になって、あの御堂筋ってあるんですよ大阪で、でそこめっちゃおっさんいろいろ歩いてるんですから、うん、歩いてるんですよ。でそこからだいたい難波まで、2キロ3キロぐらいあるんですかね。そこずっと歩いて行って、あのおっさん通るたびにあの喧嘩勝つか負けるかいのをやっていったらね、2勝980杯ぐらいですね。あ、そうですか。もう全然無理でしたわ。なんかね、しょうもないおっさんでもパワーありそうなおっさんとかおるじゃないですか。うんうん、だからそんな思うとやっぱちょっとボクシング習ったりとか、いやしませんけどね、うんうん。した方がええんかなと思いますね。ボクシング僕もね、習う時あるんですよ。いろんな趣味を模索し、またこう運動せなあかんと思って、うん、家の近くに井岡さん、井岡ボクシングジムがもう家のそばにあるんですよ。でその時吉本芸人結構通ってたんですよ、ダイエットのためにみたいな。めっちゃしんどいんですよ、うんうん、顔から汗ブワー出てくるんですよ、うん、もうえげつないですあれは。ほんで「はぁはぁ」ってなって「ありがとうございました」みたいな言ったら「ありがとうございました」「いやなかなかいいですよ」「あそうですかありがとうございます」「いやでもねここも前誰々さん来られててね」とか、まあ、そんな話ずっと続くんですよ、うん、ああそうですか、でもしんどいから喋れたもないのにああそうですか、でその人がやっとどっか行ったと思ったら次ちゃうトレーナーが入る時間なんでしょうね、うん、ありがとうございますありがとうございます、あれ入りはったんですかみたいな、あそうなんですよ、やりましょうよ、いやもうさっきやったんで、いや僕やりますから行きましょうよ、はいって言ってもう腕全然上がれへんのにバーってなったら、はいもっともっととか言うからもうめっちゃ追い込まれるわけですよ。ほんでバーってなってはってなったらまたありがとうございますって言ってもう一回来て3回連続僕これもう勝ちになってもうダメですよ僕ね。でもね痩せなあかん思って行こうかな思って、一回ボクシングジム行って、まあ、しゃべったかもあると思います、あれほんまきついんですよ、うん、ワンツーワンツーってもう僕ね体力がほとんどないんで、うん、もう1分半ぐらいから訳分からなくて、うん、でワンツーって言われて両方出したんですよ危ないじゃないですかって言われてほんで、まあ、でねいかんとでね最近今人生でマックスに太ってるんですよ。で今日もね衣装着る時ももうこのズボン危なかったんですよ、うん、ってなって、うん、なんか僕気候みたいな感じでプッと入れただけなんでねでねもうね
でボクシング行かなあかんなと思ったら痩せなあかんっていうのがまずあって、うんうん、この前あの清師匠の番組のロケに行かなあかんかったんです、うん、ね、で8時新大阪8時43分発の新幹線やったんです。で僕起きたんが8時16分やったんです。おこんな再結婚してからそんなことまずなかったんです。二度寝っていうのが二度寝してもって、ほんなもう20、30分もないわけですよ、うん、でそれを乗り遅れると清師匠を30分ぐらい待たさなあかんことになった。これもう人生でもうこれはもう終わるかという瀬戸際ですよ、うん、で清師匠アライブみたいな、ほんまその通りですよ、うんうん、でうわー行ってしもう僕、まあ、新大阪から家近いから、うん、着いたんが8時41分やった、うん、あと2分ですよ。で階段うわー上がってもう走ったことないのに最近走って、ほんでもう1秒2秒ぐらいもうタッチの差で乗ったら閉まったんですよ、うん、ね、その瞬間ね、どこが鳴ってるか分かんないですけど体のどっかからヒー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 ってものすごいものすごいリズムの何かが鳴ってるんですよ。もうしんどくて息の仕方がわけわからなくてヒーヒーってなって、この辺もものすごい集まってきて死ぬ死ぬ死ぬ思って、はい、でそっからちょっとねダイエットしなあかんなっていうのがある、はいはい、炎を赤と緑の2種類のカード、赤のカードには時代の指定が、緑のカードには人物の指定が。ここからはこの2つのカードを引いて指定された時代人物の話をするというコーナーです。行きましょうか、はい、じゃあ何でもいいですね、はい、じゃあこちら行きましょうか、はい、あ、はい、時代がですね、これまでの自分の誕生日、はい、これまでの自分の誕生日、はい、子供の話ですね。子供の話、まあ僕はうちの子ようできてるでしょ的な、うん、まあ、自慢になるんですけど、うん、お金のありがたみを分からそうと思って、うん、僕何かやったらお小遣いあげてたんです、うん、だから何か常にあげないですよ、何かちょっと肩もんでみたいな、うん、まあ、もんでもいらないですよ子供にこんなにゃにゃにされるだけですから、もんでっつって、バッてもうしんどいと思って、もうちょっともうちょっとやったら、はい10円みたいな、うん、でイエイみたいな、ほんで自分でお財布持ってますからそこに入れていくわけですよ、うん、でこれお金はめっちゃ大事ね、貯めたら何か買える、だからお前も貯めろみたいなことやって、うんとかで言って貯めてたんですよ。ほんでまあ結構なんやかんやでいっぱい貯まるじゃないですか、うん、ほんなら今度誕生日やんなパパみたいな、うん、うん、ちょっと嫁はんのとこでカシャ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 みたいな言ってるんですよ。ほんなら嫁はんが言うたったらパパに言うたったらみたいな、何って言ったら、いっぱい貯めたお金でなパパに今度な服買ったんねんみたいな、おね、自分のためではなくね、どうですか。で今もなんか玄関にこの間帰ったらこんな田舎の郵便ポストみたいなやつの貯金箱がボーンってあったんですよ、うん、でうんって何やろうと思ってたんですけど、僕まあ子供とか寝てる間に家帰ってまた子供が幼稚園行ってる間に仕事行ったりとかあんま子供と会ってなかったんですけど、子供が起きてる時間帯ぐらいに僕バーって帰ってきたらブワー走ってきて、これみたいな、うん、これからなここ通ったらなお金入れてほしいねみたいな。だからその玄関 を、うん、を通るたびに金を入れろと。通り賃ですか。そうです。ほんで「おおええよ」っつって、これな貯金箱やねん、だからパパが お仕事から帰ってきて、うん、家帰る時と家からで仕事行く時はここお金入れてほしいね、うん、で「たまた何買うん」って言ったら「パパとママの誕生日の時にな服買ったんねん」みたいな。優しい。どうですかこのうちの娘。いやいいです ね、 ね、うちの娘もそんな娘に育っていただきたいですわ。いやだからその、まあ、全然あれですけど、まあ、嫁はんがやっぱほぼさんの学校置いてたっていうのと、まあ、本読んだからか分かんないですけども、優しい子にブッサイクですよ。でも優しい子ランキングで言うと、うん、まあ近畿でも決勝行くかなぐらい。いやすごいな。自信ありですね。だから本当に美味しいフルーツとかケーキとかがバッて家になったとしたら、まあ、それが1個しかなくなったと、うん、これめっちゃ美味しいめっちゃ美味しいでいるいるみたいな、うん、ほんでいらんのいらんのみたいな、いらん食べていいのみたいなで食べるみたいな、うん、まあ、ちゃんとその分けるという気持ち、心遣いはあるんですよね。あとこうドラマとかで泣くみたいな。そうなん、はい、もう2歳ぐらいかなの時、今から今5歳なんですけど、巻き戻して東京タワーねドラマでやってた時とか、うん、むっちゃ泣いてた。おかんかわいそうや言うてわー泣いてましたよ。うちも今2歳、もうそろそろ3歳なんですけど、うん、
なっていくんですかね、そんなに。今そんな空気一切ないですけど、ね、だからそうですか。なんかだから嫁はんにその子育ての本みたいなの僕2冊買って、あこれはなかなかええなと思ったから嫁はんに読んどいてくれこれっつって読んだら、合ってるかどうか分かんないですよ、うちはそうなんですけど。ただびっくりしたんが、飯食う時あるじゃないですか、ゼロサイズの時にちょっとこう自分で食べれるようになった、おかゆとなんかみたいな時に一人で食べさせるんですけど、ビニールシートみたいに引くんですよ、飯食うとこに。ほんでバーで食べてたら途中でねっちゃしだすじゃないですか、子供って。それを全然止めないんですよ、テーブルとかにぐわすり込んだりとか、こんなんやってなんかこれとこれバーン合わせたりとか、テーブルにやってるのも何もさ言わないんですよ。あれってこれってええのって言ったら、うん、じゃあこれはなんか興味を好奇心があるから手で言ってんねんみたいな、これをやめさせたらあかんねんみたいな、これはさせなあかんねんみたいな言って、おおなるほどナイス嫁はんみたいな。へえ。でそれをずっとうんにはやってるから、まあ、優しなったんか賢なったんか分からないですよ。うん、まあ育て方ってあるんですね。いきますか。はい、あかん。ああ、こちらですね、中学生の時尊敬する人の話。ああ、中学の時尊敬する、だから要ね、うん、なんかあの尊敬する人物誰ですか、言ったら織田信長ですとかいう子供おるじゃないですか。嘘やんって思わない。ほんでね、今ね、なんかあのその歴史書っていうんですか、はい、織田信長とか、うんうん、ね、真田幸村とか、うん、伊達政宗っていうのとか出てくる武将の絵ものすごくかっこええやん、うん、シュッとなってキュンってなって、うんうん、なんかもうね男前なんですよ、うん、でも実際ね武田信玄の見たらこの辺だけボカーンケアってなってるおっさんじゃないですか。どこを見てんのと、はいはい、武田信玄のやったことが素晴らしいから好きなのか、うん、ね、あ、なるほど、女の子はルックスで武将上げがちということですね。というような、ね、気がする。めちゃめちゃかっこいいですよみんな、うん、まあ、まあ言うても秀吉だけはなんかね、うん、なんかネズミみたいな格好になってますけど、いやほんまかっこええから、なんかそういうので好きになってんのかな、ね、みたいな。だからもう歴史でその尊敬するっていうのはちょっと、もうちゃうなと思って。だからないんですもんね。だってそれ教えられてるだけで、それやったことを聞いただけですごいなって思うけど、ほんまかどうかもわからないじゃないですか。なんかちょっと時間あるし本屋行こうか思ったら、本当の織田信長みたいな。ありますあります。ありますまあ一応読みますけど、だから何が何かも分からんし、うん、あんまり歴史的に好きな、だ誰タイプですか。でもあるじゃないですか、秀吉とか、うん、あの、家康、信長なんか、うん、ホトトギスのやつ。でも僕は泣かせてみようですね。あ、見ようですか。待つこともないし、まあ殺すかな。え？いやそのだから殺すタイプ、殺すっていうのはもう諦めてというか、その言うこと聞けへんやつは排除するってことでしょ。そうでしょ多分、うん、いやそれは何やろな、後輩が言うこと聞けへんかったらとかってことですね。っていうかまあ新劇で言うと、うん、できへん後輩がおると、うん、でもその子たちと一緒に新劇をしなければならない、うん、その時どうするか、その子がセリフが上手くなるのを待つのか、うん、セリフが上手になるように指導していくのか、やめさすかってことでしょうね。多分分かんないですけど、たまにその新劇の座長をやってるとホトトギスに迫られる時があるんですよ。だからたまにね、3匹ぐらいのホトトギスがこう来てる時ありますよね。その時にうんって思うんですけど、やっぱり僕は排除は排除しだしたらね、まあ、キリないと思うんですよ、まあ、ぶっちゃけ排除したなる時あるんですよ。言ったらもういやもうなんてもうこんといてっていうか、だから殺すはまあとりあえずないとしたときに、待つんか刺すんかですよね。でも刺すばっかりでもその子のためにはならないと思うから、僕半刺し半待ちですね。あ、こう言ったらこうせえよとか、お好み焼き食べに行った時にこういう時はねこういうもんやと思うよ、僕は昔こうやったよ、自分のことカスやと思って一生懸命頑張ったけどみたいなこと言う。なるほど。それに響いたやつらは伸びるやろうけど、はぁ言うてるやつはもう、あ、そうですかって言うてるやつはもうそれはもう、ま、待つというか、もういいよという、半待ち、ま、半させる。俺もまあ待つかな、俺待つやな。その3つって結構自分なりに作ったらどうですか。僕の場合は多分、まあ、その後輩で言えば、うん、多分中野なら一遍バシッと言うてみて、2日後の出方を見ようよホトトギスぐらいの、あね、自分なりで言うと、うん、
まあちょっとかっこええこと言うてまいりますけど、はい、僕はその泣かぬなら自分がめっちゃ泣いてるとこ見せて、あの先輩ええなと思わせて泣かす、尊敬されながら泣かす、泣くことを努力させようほどというね。なるほど、そういうことですよね、はい、やっぱ僕がバッチリ泣いてるとこバッ見てたら、うん、いいっすね小籔さんみたいななったら、あ、泣こうかなって思うんですよ、うん、僕の泣き足らんからこいつらも泣けんのちゃうかなということになってきたっすね。あ、うん、中学生の時も尊敬する人の話だな。まあでもまあね、まあ藤子不二雄とかそういう感じですかね。僕は、あ、僕はあの中学の時の数学の先生でむっちゃ校内暴力とか激しかったんですよ。ただ一切手を出せん先生はって、それ見事やなと思ったんが、その先生が廊下歩いとった悪いやつおってね、おにぎり球をねプルッと引っ張ってね、のりつけんとご飯のまま先生の頭にバンってのしはったんですよ。学生どうですよ、へえ、パンってね、普通今俺なんかされたらめちゃ切れるやんか、うん、でも切れたらあかんという心情の方やったんですよね多分。そうバーってやってパンってのせられて、あっってなって、えってなって、でちょ映るじゃないですか、うん、窓に自分の姿、うん、こうやって見て触った瞬間に一言ね、ああ、そうかって言って撮ったこの人はすごいな中学ながら尊敬しました。へえ、はい、ね、いいですねそういう先生でも尊敬されへんのはほんまに自分のせいやと思いますね。だからおい舐めてんのか言って後輩に怒る人おるじゃないですか、うん、それはいやお前が悪いねんけみたいな、うん、だって僕ほんまにすげえなと思う人にはまあそうそうあるかも分かんないですよそれは、うん、でも心の中ではめっちゃすげえなと思ってますから。なるほど、それはでもまああるんでしょうね。やっぱ現にすごい面白くて力、うん、この世界で言うとね、うん、まあ、これちょっとぶっちゃけな話で言うと、まあ後輩でもいろんな後輩がおるんですよね。ああこいつそういうやつなんて分かるやつもいてるじゃないですか、うん、はい、例えばあどうもお願いしますって言ってパッと見た、あ、あそうみたいなんでこうやってやられるでしょ。でもこれはこの人が悪いんです、うん、売れてがない、売れてない、うん、こいつに対して何も影響力がなく、うん、憧れるところがないから、うん、だから自分は頑張らないといけない。そうですね、だこの人が悪いわけではない、はい、自分が悪い、はい、それもよくわかります、ね、いやただこっちが悪いですよ、尊敬されてるのこっち悪いです。ただこの中で一番悪いのはこれですよ。まあまあそりゃそうですよね。僕だってふっと息やったらバーンやりたいなかなか楽屋にふっと息があったとしてもパスンって言うと思いますよ中身新聞紙で丸めてるだけなんででも僕まあね名ばかり一応座長ですけど、まあ、一応新劇では偉そうにしてるわけですよね。ほんならあの後輩たちは僕が座長になってから入ってきてる頃もおるから、こんな僕でもこうバーって行こうとしたらそれこそドアバッてね後輩が先に入ろうとしてると、僕行こうと思ったらもう開けてこうみたいなとか、エレベーター一緒になったりとかしたらビーッと開いたらカチャってやってもうみんなが降りないわけですよ、僕先みたいな。いや俺別にエレベーター一番先に降りたいなんて思ったことないしもう先降りてくれやって思うんですけど、もうそんなんばっかり昼ご飯食べに行こうか言うてもバッとかバッて先行ってなんかとかもう嫌なんですよ。もうだから後輩と行くん嫌なんですけど、もそれがずっとなってきたらみんながこうやってるから一人出すとかやったらんってなるんですよ、一緒に。え、舐めてんのかってなるんですよ。なるほど。でもそれはもう僕はほんまはおざいますやってほしいわけじゃないんですよ、おざいますおざいますの中で降りたいねんけど、みんなこうしてるから一人がですって言われたらはっ、お前舐めてんのかってなるんですよちょっと上がってもうてる僕おるんですけど、女子たちに一番腹立ったん、うん、ある時僕バーって劇場終わるじゃないですか、でバーって舞台終わってあざしたみたいなバーって言って上がっていって楽屋のところに女子おったんですけど、僕通っても無視やったんですよ、うん、ほんでおざいますとかぐらい、ちょっとなんかそこにおった7人ぐらいが全員僕を舐めてるみたいな感じのペコってしたんですよ、うん、あれなんや、うん、何があってんや思って、うん、ようよう聞いたら NGK に患者に2人ぐらい見に来とったらしいんですよで患者にをチラッと見た後やったんですって芝居が終わった、なるほど。ほんで患者にの人がなんか新劇の人となんか知り合いやって、うん、でおったら女たちがバッてあーって患者にやみたいな見て、うわー見た見た患者にや握手してもらった言うた後に僕来た時にあーだすそれ舐めるわでもやりすぎるやつもおるよな、こう気使う、はいはい、あどう思うて、はい、NGK のトイレで漫才師の後輩のやつと同時に入ってあってなって入っとんねんあってなって
あ、行きゃ行きゃってなって、俺も行きたかったんですよ、うん、俺もんこしたいねとか言いながらわーって行った、1個しか空いてなかったんです。で僕こうやのにそいつ来ないないながら、あ、先どうぞって、いやいやそれはええわとお前先行ってと、まだ余裕あるしっていうのはありましたよね。そうですね、いやまあでも本当にあの先輩後輩難しいですけども、難しいですね、尊敬されるような先輩にならなあかんなということで、そうですね、まあ皆さんもですけども、ね、そういうことでまたすいません、ね、すいませんね、なんか今日しっとりした話で、まあこういう真面目な話になったのもこのピアノのせいかなみたいな一切弾かなかったですね。そうですね、僕ピアノでも弾けるんですよ。さあまた、ありましたら遊びに来てください。どうもありがとうございました。